はい、こんにちは、みーです。今日は先日ね、Qoo10で行われていたメガ割で買ったものでね、メイクをちょっとしていこうと思います。もうアイブロウとアイメイクはしてるんですけど、リップとかね、コンシーラーまだなのでやっていきたいと思います。それではレッツゴー。ということで、Qoo10と言いましてもね、他の有名 YouTuber さんみたいに提供動画ではないので、本当にいいものだけご紹介したいと思います。はい、それはこちらです。はい、もうこれおなじみですよね、ザ・セムのコンシーラーです。私が買ったのは明るめのやつかな、01番購入しました。ザ・セムのねコンシーラーです。はい、開封しました。では塗っていきます。なんか今日白くない？日差しが強いからめっちゃ白い。いくよ、シュッバン。こんなカラーね。まあいいや、早速使っていこう。ここさ、皆さん言うけどシミみたいになってるニキビ跡ね。ニキビ跡よ、これ。このニキビ跡どうしたら消えるかなって感じ。ペン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 ってこんな感じ。このニキビ跡のところをね、ちょっと押さえていきますね。どうですか？やっぱカバー力すごっ。噂に聞いただけあるわ。すごい。すごくない？カバー力。さっきちょっと10秒ぐらい戻してください。ここにでっかいシミあったんですよ、ニキビ跡。へえ、マスクメイクほんとこれだけでいいね。本当にこれだけでいいかも。ザ・セムのねコンシーラー、すっごい。しかも色合いぴったりだった。01でツヤもあるね。ここまでついてるんだけど、しっかりカバーしてくれてます。すごいね。みんなこれでするんだね、コンシーラーってだけみたいな。めちゃくちゃいいじゃないですか。もっと早く知っておけばよかった。すごくない？嬉しい。はい、そしたらザ・セムのコンシーラーの威力はすっごいわかる。コンシーラーとコスメとか1位取ってるだけありますね。これはどんくらいで買ったっけな、メガ割で600円くらいだったっけ、なんかそんくらいで買った気がします。はい、次、送料込みでね。次、はい、ここからはリリー・バイレットです。リリー・バイレットのいいところは、まず開けて香りがしますね。これはチェリーの香りを使っています。発色がすごい良くてハマってしまいました。潤いもしっかりあって快適でしたね。使っている種類はブラッディライヤーコーティングティントです。06番の成熟したチェリーのフリという種類を使ってます。パッケージがもう可愛くて、持っているだけでテンション上がりますよね。もうポーチに1つ入れておきたいですよね。ということで次、はい、続いて、はい、リップを開けてちょっとビビってしまいましたけど、はい、真っ赤なこのリップは How Do I Look リップティントです。カラーは005エブリンレッドを使っていますね。これね、使って思ったんですけど、少量ずつ取り出してくれるチップで塗りすぎることがないから使いやすいですね。潤いがちょうどよくて、ペタッとティントがつきすぎないところがいいです。発色もいいですし、存在感のある色味ですね。ツヤがありますね。ツヤが、潤いがあります。でこのリップすごく持ちやすいのが特徴的でしたね。これ何してるんですかね、ブリッコブリッコ。続いてこちら、はい、めっちゃ可愛いティント。可愛くない？この形。ウェイクメイクのティント買ったんですけど、番号がロストピンク026。ちょっと塗ってみます。どうやって開けるの？わーお、どんなの？お、リップ塗りやすそうなリップ塗ってみよう。香りがする。すごいフローラルローズみたいな香りがしますね。うわ、ちょっとすごくない？すごい。うわ発色すごすぎん？うそん。色移りがすごい。ちょっとすごくない？色移り。いや、これね、しかもね、これさ、いくよ、磁石になってる。マグネットだ。すごい。てか顔色めっちゃ明るくなるな。ちょっとほら、リップからさ、口に余ったやつをここにつけるだけでもチーク直よ。結構な色よ。すごいね、発色。もうめっちゃリップ塗っただけでも K-POP メイクみたいな感じになるんですけど、最高。初めて使ったブランド、ウェイクメイク026。こんな感じのリップです。はい、ということで今日の動画いかがだったでしょうか。Qoo10で購入したものでメイクをやっていきました。もうなんか気分は K-POP アイドルみたいな。この動画いいねと思ったらいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画まで、バイバーイ。ちょっとねあれからねちょっと時間経ってパンとか食べたりしたんですけど、でも落ちてないですね。しっかり着色されてます。